はい、ダーシマ動画チャンネルです。今日紹介するのはこちら、仮面ライダーセイバー光るなる変身ベルトデラックス聖剣装ドライバー。はい、というわけで今年もね、先行販売でゲットすることができました。新しい仮面ライダーセイバーの変身ベルトですね。令和第2弾の仮面ライダーセイバー、どんな感じになってるんでしょうか。開けていきましょう。ダーシマ、さあ外箱はね、このような感じになっております。周りこんな感じですね。こんな感じです。はい、上こんな感じ。セット内容はこんな感じです。ソードライバーバックル、ベルト帯一式、フレインブドラゴンワンダーライトブック、火炎剣劣化、そして説明書となっております。このね、剣を抜くことによってね、こう抜刀することによってページが開いて変身しますね。はい、後ろにはね、遊び方書いてあります。そしてね、先行販売にもこちら、秘伝の秘伝物語ワンダーライドブック、購入特典、ついておりました。こちらも後で開けてみたいと思います。あとね、先日、先行販売になりましたピーターファンタジスタワンダーライドブックも、こちらついてくるんですけれども、買っちゃったんだよね2個目ですさあ、それでは開封オープン。おー、はい、こちらがソードライバーバックル。おー、おー、こんな感じです。はい、ねかなりね、なんだろう、シンプルというか、鞘みたいな感じ、剣のね。全然これだけだとなんか仮面ライダーのベルトって感じがしないよね。さあ、そしてこれが火炎剣劣化。おい、こんな感じ。電池はこっちに入れるんだね。ここですね。で、ここにこのエンブレムを取り付けるということです。ちなみにこんな感じ。こうか。こっちです。ごめんなさい。はい、こんな感じになっております。ここね、合わせて取り付け。はい、こんな感じ。で、よいしょ。こうか。よいしょ。まずこれでベルト完成。あ、抜くことによってこう押されるんだね、こうね。シュッ。シュッ。はい、なるほどね。こんな感じです。はい、そしてベルト。真っ赤ですね。よいしょ。今回のベルト、真っ赤っかでございます。ベルト止めはこんな感じ。そして、これが、フレインブドラゴンワンダーライドブック。はい。おー。こんな感じです。はい。ベルト組み立ててみました。こんな感じですね。こんな感じです。ソードがね、長いので、かなり大きく見えるんですけれども、これ抜くとね、これくらいなんだよね。じゃあまずはね、フレインブドラゴンワンダーライドブック、はい、こちら見ていきたいと思います。このような感じです。周りこんな感じで、1ページ目開くとこんな感じですね。こんな感じで、変身の時に、もう1ページ目が開くという感じですね。ここの下のボタンを押すと単体音声流れます。タイトル名が流れますね。音声は1種類のみ。そしてページを開くと、かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた、ストーリー音が流れます。はい、それじゃあこちらもね、電池入れたので電源入れてみたいと思います。電源オン。聖剣ソードライバー。おお、トリガー引いてみましょう。はい、単体音声はこんな感じで、トリガー引くたびに、ここの LED が発光しますね。じゃあバックルの方に本体挿してみましょう。おお、こんな感じ。じゃあいきますよ。装填。
背景音が流れます。で、あとはバトン。これで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンに変身することができます。剣の方から音声が流れますね。で、この状態でトリガー引くと変わらないね。で、ライダーキックやってみましょう。戻してトリガーを引く。そしてもう一回トリガー。これがライダーキックで、もう一回トリガーで、今度は抜刀します。はい、こんな感じで必殺技を発動することができます。さらにこのリードマーク、ここで別のねワンダーライドブックを読み込んで必殺技というものもありますね。おー、よいしょ。ブレイブドラゴンもやってみましょう。はい、このような感じです。さらにね、ページをプッシュして必殺技というものもあります。この開いた状態のワンダーライドブックをこう奥までクッてね押すと音声が流れるみたいです。いきますよ。はい、こんな感じです。はい、じゃあね、やってみたいのはやっぱりもう一冊装填してみるってことですよね。はい、二冊目はどこに装填するの？真ん中でいいのかな？ちょっと真ん中に装填してみます。感じで2冊の本を使うことができるみたいですね。はい、2冊使っても必殺技連動します。ライダーキックもやってみましょう。さらに3冊目いってみましょうか。こちらね、食玩版です。いきましょう。あれ、何これ。はい、そして3冊装填するとこんな感じですね。すごいね。
で、さらに、エンブレムを取り替えることによって、こう、音声が変わるのかな。そんな感じがしますよね。で、あと、ソードライバー、必殺ホルダーで、またさらに必殺技も発動することができるみたいです。これはね、発売になったらやりたいと思います。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーセイバー変身ベルトデラックス聖剣ソードライバー、紹介しました。一応これがね一通り、このセットに入ってる遊び方ですけれども、なんか今までにない、感じの遊び方ですごく楽しかったですね。皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。